ジャニーズ JR の自殺リファンサービスにファンの心情は揺れ動く、独自のアイドル像との葛藤。ジャニーズ JR のコンサート、オールジョニーズ JR2023 はショイキャンプ、インドウムでの撮影と SNS 拡散の許可により、ファンの間で物議が起こっています。一部の観客席にいるタレントが自撮りする様子も拡散され、 ファンの中には、羨望や歓喜の声もありますが、それ以上に多くのファンが不満を抱いています。この問題に関して、ネット上では様々な意見が飛び交っています。一部のファンは、ジャニーズのドームチケットが価格に関係なく一律であることや、チケットの入手困難さについて指摘し、撮影や自撮りを解禁することは不公平だ、と不満を表明しています。 一部のコメントでは以下のような意見が見られます。撮影 OK とかほんま聞いてないってジャニーズは何を目指してんの疑問符そこまで求めてないよ。わざわざステージから降りて何十秒と特定に構う暇あるなら一つでも多くの内輪を裁けよ2階に手を触れ、予動画撮影拡散 OK ってこのありさまを世間に広げるためのものですか章。ショー 撮影できるはすごいけど自殺リファンサとか求めてないなぁ。ここのアイドルでいてほしいのよ。マジ。どうしたのジャニーズさん。嫉妬もあるけどあなたたちはジャニーズというブランドを背負ってて高嶺の花の存在なんだから自殺リファンサとかそういう地下アイドルみたいな距離で反射しないでほしいって気持ちの方が強い。ジャニーズが坂道化したら終わりの始まりだと個人的に思ってます。 曲とかパフォーマンスの類でジャニーズに K-POP らしさは求めてない。ファンからの不満は、ジャニーズ事務所のイメージ回復の一環と受け取られている行動と関連付けられています。例えば、元キンプリメンバーの平野用や神宮寺勇太がインスタグラムでファンサービスを行ったことや、K-POP アイドルのライブで撮影が一般的であることを模倣したのではないかとの指摘もあります。 ジャニーズ事務所に対しては、他にも批判的な意見が寄せられています。例えば、トべ、ファンからの反発や、創業者であるジャニー北川氏の性的加害問題が未解決のままであることに対する批判です。このような状況下で、ジュニアのコンサートで撮影が解禁されたことについて、一般の声からも反応が寄せられています。 トベが SNS で拡散って言ってたことについて、ホストみたいとか安っぽいとか言ってた人たち、コンサートを動画で撮影 OK、拡散 OK、ファンのスマホで自撮りまで始めたことについてどう思ってるんだろうあの事務所、やめじゃ逃がしたことは OK するからこれからどんどん、ジャニーズが真似をしてくるけど、 性的搾取とか人権問題とか性的虐待など,など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 大きな問題の解決に取り組んでいないところが撮影強化出して大丈夫なのかな未成年の JR も対象なのかなジャニーズ事務所危なっかしいな。ジャニーズ事務所はこのような批判を受けて迷走していると言われています。 ファンに対して不信感を抱かせることになるかもしれない、目先のファン対策に取り組む姿勢を見せていると指摘されています。ジャニーズ事務所は、撮影解禁を逆効果に展示させてしまった可能性があります。最後に、ジャニーズ事務所はトベファンや一般の意見に対応するだけでなく、性的加害問題や人権問題にも取り組むべきであるという指摘もあります。 これらの問題が解決しないままであるため、ジャニーズ事務所の撮影解禁が適切なのか、未成年の JR メンバーにも適用されるのかといった疑問が生じています。このように、ジャニーズ事務所の行動に対するファンの不満や批判が広がっていることがわかります。ジャニーズ事務所は、ファンの期待や懸念を考慮し、適切な対応を行うことが求められています。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝していま